萩原孝夫は、札幌テレビ放送の社員、元アナウンサー。静岡県八重洲市出身。1990年4月入社。2003年10月からは、報道武器者ディレクターとして活動していた。第1期アナウンサー時代とディレクター時代には、ズームイン。スーパーに登場していた。2008年3月31日から担当する、朝6世ワイドで4年半ぶりに、 アナウンサーとして復帰。2019年6月にアナウンサーから再移動した。その後は、朝日川放送局長を務め、2021年7月付で、ビジネスプロデュース局コンテンツビジネスぶつけを兼務。新州政財界の重鎮として知られた、小坂善之助の矢者語である。祖父は、第13代日本銀行総裁の深い英語。祖父は、天文学者。 萩原雄介。おじは、日本テレビ元社長の萩原敏夫。実刑は、同じ NNNNNS 系列局、読売テレビアナウンサーの萩原明良美。親族には、小坂淳三、小坂善太郎、小坂徳三郎、小坂賢治らがおり、萩原家は、深井や小坂家を通じて、三井財閥の創業者一族、三井家と、隕石関係で結ばれている。 ありがとうございます。